どうもこんにちは、高橋です。今日も元気にいきましょう。よし、星です。はい、今日の動画なんでしょう。ワンピース夜明けまで袖正解。きた、久々。久々ですね。めっちゃ久々。まあ、とあるお題、例えば、赤から始まる、かっこいいキャラはとか、を言ったら、まあ、それに皆さん変えて、一番を決めるというやつですね。なるほど。はいはい。まあ、人間の朝までそういう正解の。はい。ワンピ版。一番を決めるね。一番。これはもうディベートです。ディベートですね。はいはい。まあ、結構やってたんですけど、そうそう。高橋さんがマニアの人たちとやりだして、この二人が雑魚すぎるんで、なかなか封印はしてたんですけど、だいぶ前ね、第1回、ナレッジキングのみんなとやりました。いやー、それすごそうだなー。そっか、一回落としてまたね、復活していきましょう。再出発って。再出発。ディベートもすごそうだね。そうそうそう。ちょっと弱い版ってことだね。弱い版。まあまあもう関係なし、普通に楽しんでやっていければ。ぜひね、皆さんのご意見、コメント待ってまーす。はい、ではやっていきましょう。それではいきましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方お願いします。いろんなバラエティ企画やってます。一緒に楽しんでいきましょう。撮ってる、撮ってる人いきましょう。はい、はい、今まではなんかいくつかありそうなお題を僕が考えてやってたんですけれども、うんうん、今日はもう自由に今お題もらって、うん、この54ランダムアプリで決めていきたいと思います。なるほど。はい、お題では、お題どうする最初。まあ、星さんもういけるのがいいからね。かっこいいとかそういう系でいいのかな。まあいいんじゃない、かっこいいとかでいいんじゃない。イケメン、イケメンね。イケメン、イケメンでいく。オッケー。爽やかイケメンにするじゃん。爽やかイケメン少ない。50音でいない可能性ある。爽やかイケメンでいくね。え、本当に一発目だ。ここで、あ、いいや、この動画で見なくなった。イケメン、爽やかいいの。イケメンです。じゃあ爽やかなしね。爽やかダンディーなイケメンもありだって。ワンピース、そのさ、生き様がイケメンのパターンもあるじゃん。あ、だからその爽やかすぎたらだいぶ。でも生き様言われたらむずいから、どっちかにしたくない。そうだね。どっち絞りたいよ。絞りたいよね。見た目がイケメン。マジで、いや、いない。見た目がイケメンってでも難しいな。見た目がイケメンにするか。イケメンってイケメン、いろんな意味もあるもんね。それも、じゃあそれはなしって言ったでしょ。なし。今ここで割れてんだよ。ダンディーなイケメンないけどね。見た目かどうかはちょっと決めたいな。高橋さん勝っちゃうから、中身がイケメンって言われちゃうと。そうね。そこは議論したら。そうそうそう。確かに確かに。そこ否定はできなくなるからね。でも全然俺が出なくて、ポンって出る時もあるじゃん、全然。勝ち目がない。だから、何でもいいよ。何がいいよ。見た目がやっぱイケメンの方がいい。見た目が、見た目がかっこいいんすよ、じゃあね。見た目。はいはい。いきなり。はーい。はい。では、いきます。はい、どうしよう。で、え、で、ヘボも言うやん。べ、べ、へ、ぺ。はいはいはい。ああ。べ、へ、ぺにしましょう。はいはいはい。もういいんじゃない、あの人。え、べ、へ、て。ぺ、手はダメだよ。べでもいいの。べでもいい。べ、べ出てるからね。べ、べ、べだけ。べ、ベーコンのべ。はい。あれ、なんでか、あの人。へ、へ、へでもいいの。で、ぺでもいいよ。はいはいはい。べ、べ、べ、べ。ちょっと待ってよ。もうキャラの名前だけだよね。もうあの、なんでもいい。相性とか、通称。あ、なんでもいいじゃん、そこはうまく。もうなんでもいいでいこう。オッケー。じゃあ、もうこれだろ。いや、いない、いない、いない。いるけど、いない。いるけど、いない。いるけど、いない。あれ、あいつ、あの名前だったっけ。これでいこう。お。よし、ここまで。おお。イケメンだよ。イケメン。めちゃめちゃイケメンだけど、ボーボー。じゃあ、はい。どうします？行きたい人。ケイさん行くか。まあ、いいんじゃない。はい。じゃあ、ケイさんか。はい。ベックマン。はい。おー、ベックマン。ベンベックマンで言ってもいいし、どっちでもいいし。どっちでもベックマン。まあ、ベンベックマン。はい。もうやっぱ最初に。かっこいいね。もうベンって聞いてかっこいいで、一番最初に降りたよね。これでいいんじゃない？意外と、もうベで言ったね。だから、ヘ、ペ、よくは、ベで言ったよ。ポジさん違う？はい。なんです。どういう顔それ？ヘ、ベ、ペ、で、かっこいい。ベックマンがいたね。確かにいたね。そういう人もいた。はい。ベラビー！ベラビーね。まあ、イケメンだな。でもそうだね。まあいいいいいい、めっちゃいいじゃん。メラミー。あ、いいね。あれ、メラミーもイケメンだよ。メラミーもいいよね。めっちゃ想像したいね、どっちが。どっちになりたい。年齢はメラミー何歳？メラミー20。あ、若いんだ。え、ベックマン結構いい年でしょ。ベックマンもう50歳。あ、じゃあそうしたら。今回の条件は？見た目がイケメン。見た目がイケメンか。見た目はかっこいい。いや、ちょっと見たいね、今見たい。見ようよ。うん。ベラミー、だってベラミーあれだよ、金髪でしょ。金髪。金髪やっぱいい。金髪って憧れてるでしょ、一回は、人生で。まあ、人生一回憧れなかった。自分に合わないと思って。大体かっこいい人が金髪わけじゃん。
イケメンか。じゃあ俺の写真が悪いのか。グラサンかけてない？グラサンかけてない。グラサンだったら実はもっとあれじゃないの、目の、目が結構あれやっぱイケメンではないか。高いけどね。今あの結局ドフラミンゴに、あのね、あの結局何間違ってると分かったけど筋を通すために貫いて、その生き様めちゃくちゃかっこよかった、ね、そう、でもそこはやっぱなしにしたからね。そこはなしでしょ、あくまで見た目ね。はい、ベックマンに、ベックマン、ベックマン、めちゃくちゃかっこいい。めちゃかっこいい。どうだ？かっこいい。かっこいいか？かっこいいよね。ベックマンかっこいい。こういう渋いおじさんに。渋いけどさ、渋いよ。渋かっこいいよね。渋いけどよ。ちょっと待って、どっちかに急に生まれ変わるんだよ。今だって、そんな、天性物の人にやってやってない。さ、おぉ、付け加えすぎ。天性物になるとしたらなっちゃうから、お題。ベックマンで、美味しかったよ。まあでもベラミー確かにね。ベラミー意外と相性ある。可愛い顔してたから。そうだね。意外と少年っぽい顔してる。あとあの女性で、あのゲロメディも浮かんだ。あー、かっこよさ。そうそう、かっこいいじゃん。女性のそのかっこよさっていうのは。あとはベガパンクとかね。あー。イケメンっていう感じじゃないかな。はい。じゃあ次どうしましょう。はい、次。見た目系やめる？ジャメキはちょっとやめようよ。強さですよ。強さとかさ、優しさとかさ、優しさ、楽しいとか。楽しい、一緒に楽しそう。いいじゃん、一緒に行って楽しそう、いいじゃん。あ、それなんか幅が広くない？いいじゃん、一緒に行って楽しい。幅広で行くじゃん。キャラでいいね。キャラね、一緒に行って楽しそうなキャラ。広いね。ジ、チの字なんで、ま、チ。ち、ち、ち、か、じ、このちの点々の字があるのであればいいけど、変なのきた。ち、ち、ち、むずそう。ち、むずいな、まず。あー、もう正式名称じゃなくていいもんね。いいよ、あいつ。わー、わかった。もうそんなん、異名でもいいんじゃない？もうそんなん、もう。あー、なるほどね。え、誰？そんなん、もうじゃん。ち、ちょっと、ちだよ、ち。うん、カタカナで書けば大体出てくるな、これな。いや、そうだよ。そこをつけるかどうかだから。そうね。字のキャラいるかな。字はいないでしょ。字ならいるだろうけど、字の点々、字はみんなそう。字の点々は、なんかすんごいちっちゃくなってるよ、ずっと。いるわけないよね。じゃあもう一回やってみて。言ってる。何タイムこれ。チンチンタイムやめてよ、マジで。ポスト早かった、すごい。書いたの？書いたよ。俺も書いた。早いじゃん。あとケイさん。今これしか浮かんでない。はい。はい。はい。みんなも一緒なのかな？一緒なのかも。一緒なのかもしれない。じゃあ、星さん。はい。チョッパー。はい、チョッパー。チャパパー。チャパパそういう書き方って何？そういう書き方。チャパパっていうのね。袋ね、袋。チャパパって。まあ正式名称じゃないからいいんじゃない？チャパパー。チャパパー。チャパパー。チャパパーおもろいな。見ればわかるよ。袋だよ、袋。ああ、いや、その切り口はおもろい。おもろすぎ。ちょっとまずチョッパーがいいよ。チョッパーはいいよ。まあ、オーソドックスすぎるかなとも思ったけど、でももう一緒にいて絶対楽しいよね。楽しいね。嫌なことあんま言わないでしょ。嫌なこと言わないよ。たまに言うぐらいかな。言わない。嫌なこと。見た目がもう。可愛いから。可愛いもんね。一緒にいて楽しい。一緒にいて楽しいよ。ウッサーもね、それ可愛い。チョッパーの最高。最高、チョッパー。チョッパーはまあ、一緒にいて楽しい。可愛いよね、星さん。可愛い。可愛い。星さん。うわぁ。そういうこともしてくれる。いや、じゃあ嫌なことを言ってるのと一緒。顔はどんな感じ、チョッパー。うわぁ。じゃあ違うんだけど。可愛くないね。じゃあ違うんだけど。楽しいだろ。怖い星健太郎。楽しくはなかったけど。怖い人だったよね。面白くもなかった。ひでえ。めちゃくちゃ言うやん。めちゃくちゃ言うやん。これでしょ。見た目まず可愛い。見た目可愛い。見た目可愛い。可愛いって言うんだよ。可愛いじゃない。いや、よくチョッパーに可愛い色目。ちょっと三項目ぐらい選んでいいから、戦ってるチョッパーと今一個で可愛い。可愛い。チョッパーに可愛いで挑んでんの。じゃあ楽しいポイント2は？楽しいポイント2。おしゃべり。
まあまあ、それはまあ、あ、そうだな。何でもいろいろ噂とかを。ゴシップなんてすごい喋ってる。ゴシップ佐藤さんは楽しいと思う。確かに。でしょ、佐藤さん一番楽しいでしょ、好きだよ、ね、うん、あとは、殴っても平気なんだよ。あいつは、動力、なんだっけ、知って、検査。はいはいはい、あれ、攻撃したら、自分の強さとか発散する、はい、そうそう、だからサンドバッグみたいに黙ってやったら、あー、だから分かるか、だから優先みたいな楽しみ方ができるかも、で、動力測ってくれるんだ、測ってくれる、そう、強いかも、バーンって、それ楽しいね、みんなで、あ、動力教えてくれる、でも別に痛くないから、強いから、撤回してるからね、そうそうそう、多分なるね、だからそれ楽しさは楽しさ、嫌な楽しさで、そんなこっちもね、チョッパーね、ガードポイントででかくなって、でかくなったりとか、結構やりますから、チョッパーそれはひどいと思うよ、それはひどいと思う、いや、同じとこで戦うんだろ、そうするじゃない、それはひどいと思う、君がそこで来たじゃん、それは違う、ね、ジョッパーできるっていう、ね、そう、これやっていいんだろ、いや、いや、分かんない、あいつも、あいつもこれしかないだろ、これしかないでしょ、実はやろうか、ね、でも、やられたくはないでしょ、ここでは痛むんだろ、いやいやいや、やられたくてはやってない、やられたくて、どれ測ってんの、ステータスのあれ測ってんだから、やられたくて、やりたいでしょ、やりたい、ルッチとかの動力測ってたもんね、大体この強さだっていうのは分かるからね、あれで、そういうことよ、どっち、うん、まあ、チョッパー、まあ、でもなんかこの角度はめちゃくちゃ良かったね、これで、てかそもそもチャポパって書いてるそもそもがあげる、そもそもがいやでもまあ楽しいな、うん、チャパパっていう響きが楽しいな、確かにチョッパーね、チョッパーベタすぎ、あのまあベタ、まあ、楽しそうだね、これ電動入れだわ、そうね、電動入れ、チョッパーはもう電動入れだよ、血だったじゃあチャパパー、チャパパー、はい、もうちょい行きますか、はい、悪魔の実とか言ってるじゃん、悪魔の実とか、あ、いやいや、まあ食べたいとかね、食べたい、強いとか、便利とか、便利とか、日常生活便利とかにしてみる、便利にしてみる、この現実世界で便利、あ、OK、 便利、はい、ただこれでだいぶ絞れちゃうから、あ、ないかもしれないから、ないかもしれないから、なかったらちょっと考えましょう、一旦く、いっぱいあるよ、くは、うわ、あー、くはあるか、いっぱいあるのかな、いや、あるはず、く、く、便利、便利って言った、便利、現実世界で使えるみたいな話だね、はい、まあ数個ありますんで、その中で、はいはいはい、あるんだね、え、グもいいんだっけ、グもいいよ、グ、グ、グの方は、日常で便利ではないな、日常で便利はもう、あるわ、結構あるよ、そのゾーン系とかもあるしね、ゾーン系、ああ、なるほどなるほど、日常で便利か、ゾーン系まあでももうこれだろう、なんかこれしか出てこない、まあこれしか出てこないな、その便利っていうと、これしか思いついてない、これかなぁ、ちょっと待って、はい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 、ではおーい、はい、ケイさん、バーン、クククク、はい、クククク、クッキングですね、もう、うん、食材何でも困らない、うん、美味しくはないけど、うん、そう、例えばこのね、ペンとかをこう切ったら、うん、これが食べ物なんですよ、おー、いいじゃん、世界平和だね、ね、もう飢餓がなくなりますし、うん、あー、相当ですよ、もう食料、ゴミでゴミが買えるんだから、ね、ああ、まあ、究極のね、美味しいのそれは、あ、そんなに食材としての味は微妙なんですよ、それがまあ問題なんだけど、けどまあね、日常で便利、近くによるんでしょうね、栄養あると思うよ、その最低限は、え、最低限知らない、ビタミン取れる、それは知らないけど、え、ビタミン取れる、ビタミンが取れるものになりゃいいんだよ、だからそれ、え、取れるかな、レモンとかすればいいんじゃん、これだから、ビジュアリソだ、星さん、あ、何、何、星さんは何、はい、くさくさの実、くさくさの実、え、六牛、六牛って名前があれ、くさくさじゃん、ごめんなさい、森です、はい、ということでくくくくの実です、自信満々だとか申し訳ないんですけど、あの、モリモリです、え、変わっとんの、変わってないです、あ、進化した、変わっとんの、進化ねえから、最新、僕の最新刊で出てたけど、出たの、長渕さんの最新刊で出てた、最新刊、しかも最新刊も遅いし、出てたんだよ、和の国やっと終わったんでしょ、ね、で、出てきたんだよ、出てきた、記憶がね、その発言が草ですね、ヤマトと戦ったね、ヤマトと戦ったね、あれ、モリモリです、変わっとんの、草草の実、わらですね、これは、わらです、くさくさの実、元気よくても変わんないです、森です、めっちゃ、くくくくの実、確かにモリモリがあったら強いよ、強いと言いますけど、最高じゃない、最高だよね、あれまでも便利か、あ、まあ、でも自分が食って、それで会社立ち上げればいいんだよね、
植林できるっていう意味で植林の林業の方に営むような会社を経営できる。林業って一番いいじゃん、桃鉄とかでもさ、うん、確かに、はいはいはい、確かに木がやれることってなんか取られないみたいなあったよね。しかも木ってさ数年かかるけど一瞬で建て木できるから、うん、かそれができるのはそれだ、草草の実。あー草草の実だー。でも草だから木じゃなくて草なんか変わってないけど雑草のやつだけで草なんだ。あー惜しい変わってなきゃ最初原作で出た時はそれだった。あー惜しい出てない出てない最初から盛り上げる。惜しい惜しい。おもろいな自信満々で草草出してるのが面白い。めっちゃ草だったよマジで。違うじゃん。めっちゃおもろい。惜しかった。そういうのもあるっていうね。そういうのもありますからね。はいでは次、はい、どうしましょう。悪魔の実キャラいった。まあ最後キャラでやってみて、もう一個なんか挟んだね。あと5ぐらいなんですか。なんですか。武器はむずいしな。武器はむずいかもね。50音でやっぱいっぱいあるのが結局キャラになっちゃうね。ゃう場所もむずいでしょ。だって50音でないでしょ。ないね。50音全部ない。まあセリフ、うん、セリフむずそうだけど、何で言いたいセリフ何か、うん、まあ感動ならあれだし、広いのは感動だよね。感動でやってみる。一回やってみる。感動ね。おじさんちょっと調べてもいいですよ。その最悪そう調べすぎない程度にね。はい、じゃあ感動する名ゼリフ。名ゼリフ、まあ名ゼリフいこうね。頼むよ頼むよ。いいの来て。みお、なんかあるか。みなんかありそうだけど。みんなみたいな感じ。ありそうだね。みんなとかありそうだけど。みみ、なんでこんなやん。み。ミスは絶対に許さないとか。最低最低。そんな感じじゃないじゃん。み高橋さんも悩むとか、そんなないな。うん。いや、確かに名言って難しいね。みから始まる。あんまないか。それを無理やり探してくるって感じ。うん。星さん何でも、キャラ名とか呼ぶやつとかね。みから。みからとかもあるかもしれないね。なるほど。これじゃない。なんか何書いてるか何でも想像ついちゃうけど。あんのか本当にそんな。ありそうじゃない。ありそう。このシーンありそうじゃない。ありそうでいいの。さっきもありそうで書いたんだもんね。さっきもありそうで書いたんだもんね。ありそうでは書いてない。本当だったの。本気だと思ったのね。それがおもろいんだよ。ありそうや。本気で書いたのがおもろいじゃん。ありそうでいいの。ね。はい。はい。いやーちょっと。むずかった。むずいね、出てこなかった。うん。はい。はい。じゃあ、ケイさん。はい。バーン。ミンゴーです。感動する名言。名ゼリフ。ミンゴーミンゴーこれ誰が言ったの？これ。まあ言ってるだろうけど。言ってるだろうけど。どのシーンとは言わないよね。名言しないでしょ。そうそうそう。そこは。でも言ってるから。言ってる。ああ、言ってんじゃん。まあ。ね。言ってるでしょ、で、と言ってるよ。めちゃくちゃ勝てる可能性あるよね。言ってる。素晴らしい。まあ、ドフラミンゴにこう、食らいつく感じ。そう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 。いいね。多分、ドフラミンゴーって言ってそうだけどな。その叫んでるシーンは。まあ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 、聞いとればいいんだよ。ミンゴーショートとかそこだけできるね。いや、ドフぐらいつけてショートでやるにしても。ショートでやるにしても、そこはいいですけど。いいよじゃあ、星さん。はい。ドフラミンゴーね、これちょっとね。はい。みんな、ありがとう。どここれあれね、多分みんなっていうのが絶対あると思ったんだよ。じゃちょっとみんなで調べてみた。ロビンが言ってました。あれか、助けてもらった時にメリーゴの上で。そうああ、みんなありがとう。ここでめっちゃ名言であるよね。名言だね。そう、ルフィが最初言おうとしたんだけど、絶対みんな言ってるんだ。止めて、自分が最初に言ったんだよね。ああ、いいね。絶対言うんだよ。みんなが言うんだから。みんなとか絶対シンプルに名言。みんな名シーン。そこを探せば絶対出てくるんだから、掘り下げていけば。そうね。みんなで。はいはい。でもいいね。いいね。いや、いい、めちゃめちゃいい。ちょっと俺どこまで入れるかないんで結構長くなっちゃったけど。はい。ここです。はい。バン。見ろ、光があった。歴史はやがてそれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。リビのスピーチですね。あー。ラスト、ラストのスピーチで、もう、本当はもっと長いんだけど、ミから始まるのが今ここで、見ろ、光があった。
そうで、まあ、いわゆるルフィたちのことを言ってるっていう、まあ、名シーンのうちのちょっと一個切り取った場所、ね、あ、切ったんだ。切った。あ、一緒だ。いや、一緒だ。同じくくりこれとこれ。同じ切り取った。ジャンル一緒これ。切り取ってこうなったの。え、切り取ったらこうなったの。ミンゴ、光があった。ミンゴって言ってないですよ。ミンゴって言ってない。ミンゴ、光があったって言ってない。ミンゴチャレンジしてないって。ミンゴチャレンジしてないです。スピーチの中にミンゴ入れるの。バレない。バレないようにミンゴ入れるチャレンジしてない。してないけど。何その国中に何を言ってきたの。ミンゴ、光が、今ビビオちゃん何て言ったかってやるでしょ。ここにいたし。あー、ここいいね。まあ、みんなありがとう。まあでもここはもうシンプルにめっちゃいいシーン。シーンとしてもすごくいいシーンだよね。軽いんだよな、なんか一人。ミンゴドプラミンゴって言ってそう。ね、いいでしょ。聞いとってるからね。聞いとったの間でな、すごいな、賢い。聞いとってみるか、どれにする？シンプル、そこまいいよね。めちゃめちゃいいと思う。おー、やったー。いい場所は出ましたね。いいね。ちょっと長かったな。他にもあるのかな、今出ないな、でも。なんか、ありそうだけど、絶対。なんなんだろうね。みんな、意外と難しかった。はい。じゃあラスト。キャラ行くか？うん、キャラで。何にする？キャラ。ケンさんなんかある？なんかで強そうとかでもいいよ。なんかで強そう。バレーボールで強そうとか、そういう。バレーボールで。スポーツ？あ、スポーツ入れようよ。あ、スポーツで強そう。なんかのスポーツに絞るじゃん。何？スポーツ。何がいいかな？野球とか、サッカー？シンプルに？喋れそうなやつ。野球はじゃあ、もう大谷翔平さん。野球喋れる？俺何にもわかんないけど、まあ。俺もあんま野球わかんないけど。じゃあ野球でいく。野球素人がね。野球素人がちょっと考えてみよう。いいよ。はい。オッケー、じゃあ行くよ。はい。なんでしょう。ぐ、ぐ、ぐ、く。じゃあ、ぐかく。キャラだよね。キャラだったらいいよね、さっきも。さっきあの。あ、いるよ、くは、ぐは。え？わー、いたわ。ちょっと待って。はい。クグはいっぱいいるんだよ。ちょっと待って、されないで。いないで。クまだ言わないで。いや、言わないで大丈夫だよ。クサクサも見つかる人だ。それは禁じてたぞ。クサクサの見でもいいですよ。使う人はいない。クククククチャパパみたいな出し方もありだから。そう、微妙でもいいんだよね。クサクサの見でもいいよ。あ、そうなんだ。いや、あの人クサクサビじゃないからね。もうあれ一番おもろかった。グググググググだっけなってなったもんね。え、あれあったっけと思ったよ。森だわ。クね、クはいはいはい。でもクは多いからね、キャラとしてもそもそもが多いよ。ククリク弱いだろ、それ。黒いのでいる。まあもうこれはもう持ってこいでもう。え、野球で？クだよ。野球はまあいろいろ投手もあるしバッターもあるし攻め。ああ、なんか強そうなの出てこない。守備もあるし攻めでそうだよね。そうね、やることいっぱいあるもんね。どうしようか。もうでもこれはもう。これしかない。これちょっとごめんなさい。優勝です。そんなんでいる？いるんですよ。どうしよう。正直もうでも立てねえかこれね。キャラメルだもん。キャラメル。ただク。まあこれか。これでいくか。はい。そんなに勝てなそうだけど。これでいくかみたいな。まあまあまあ。まあまあまあ。じゃあ、星さん。はい。クイーン。おお、でも。いいね。なるほど。強打者感エグいよ。確かに。パワータイプだし、確かにめっちゃいいかも。しかも、あの、手とかあのロボでこうガーって伸びるから、おー。守備としてもすごくいい。いいよ。それだよ。で、消えるし。あと、それにあと、みんななんか応援してくれるじゃん。盛り上げるよ。盛り上げ、盛り上げね。ベンチでこうこうやってね。盛り上げね。ああ、確かにいいかも。クイーンいいかも。確かに強いんじゃん。ケイさん。はい。バーン。クマ。おいおいおい。そのなんでそのテンションで入れる？クマ。ああ、これじゃ勝てないと思ったケイさん。なんで？なんか他にもありそうだよ。なんで？なんでクマが一番最強じゃん。だってまずボール来たらパーンって絶対ホームランだよ。なんでなんで？え、何？どういうリアクション？まあ盗塁もすぐできる。パッ。ね、パッパッパッ。もうパッ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 で守備も絶対ピッチャーでもこう弾けば球だ。ボールをこうやってそうね、パッてできちゃうから。キャッチャーキャッチャーはできないかもしれないけど、クリークが大戦争で打てる。いや、そうだ、クリーク書くかと思ったのに。クリークは無理だろ。いや、だからク引いた瞬間おーって思ったけど、クリークは野球は無理だろ。あ、そうだろ。勝てない。あとクザンとか覚えたんだけど、あチャリ使っちゃいそうね。チャリ使っちゃう。そっちかい。凍らしちゃうから。意味ない。凍らしたらどうなんだ。野球なくなっちゃうっていうのもあるからね。
クマ強そう。クマ最強で、まあ、バット持たなきゃいけないからって思うと、まあ、ね、ちょっと肉球はあれかもしれないけど、でも走りはもう 100%。肉球付与できないの、他のものに。覚醒で。覚醒させて。それは分かんないね。覚醒が分かんない。だから、あれで途中で、通る時に交代すればいいね、クマに。ああ、そっか。誰かが出てから、こうなって、出たら、で、あと、一点確実に取れるからね。パッ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 、盗塁で。ね、あ、一応移動してるもんね、あるよね。ワープじゃないから。パッパッパッパね。ね、クイーンじゃダメ。クイーンは全部確かに。相当移動だったんじゃない。すごく良かった。だから、ここがちょっとチートすぎる。あ、チートはどれ？ 2 球2球がチートすぎる。チートはどれ？あとでもね、クロコダイルとかね。クロコダイルとかね。クイーナ。クイーナ。クイーナ。剣でね。切っちゃうよ。クドとかいっぱいあるんだよ、クマ。クマ多いんだよ、ワンピース。確かにね。確かに。クマ、ちょっと強い。うん、全然仕方なく出してるわ。いや、だから他にないかなってちょっと思いつかない。これでも堂々とは出せない、さすがに。はずいな、俺が。俺もうこれ優勝ですね。もちろん、強いよ。強いのは分かって出してるからなんだけど、他にもいるかもって、可能性を探ったのよ。そんなテンション上げてない？まあまあまあ、まだ探り切れてないからね。上がってくれよ。やっぱ野球、はずいだろ。ちゃんと野球に合わせていけるかなっていう自信がさ。はずいやん。はい、俺優勝ですね、ちょっと。それはできないよね、さすがに。はずいや。なんで同じ回答でこんなに違うんですか。黒ひげとかもっとテンションいっぱい。ああ、黒ひげだな。ちょっと野球壊れちゃうかな。野球ルール壊しすぎちゃう。そうね、あれ能力者しか吸えないからね。別にボールを吸えるわけじゃないから。ああ、そうか。黒ひげは意外と足を、そうそう、足速そうだ。使えない。速い黒ひげ。黒ひげ嘘使えないな。意外と使えない。補欠なのかね。そこまで言うんだ。めちゃくちゃ言うよ。一撃最強ってさったのに今一瞬だけだけど。いろいろいるな。はい、はい、ぜひ皆さんの回答もね、コメント欄お願いします。じゃあこれも楽しいね。別にまたやりましょう。またやりましょう、これ、ね。うん、またこうやったらやります。ぜひ高評価お願いします。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。次見てください。それではしまわたれはずだからお願いお願いします。チャンネル登録。